て、正月なので春の海、春の海を弾きます。春の海を弾きながら何を書いてもらえるのかな。Thank you.
というわけで、まさくんの情熱大陸、それからお正月らしい春の海に乗せまして、渾身の思いを込めて書かせていただきました。最初の真ん中の文字はことぶきの旧字体を、大きく隷書体という書体で書きました。楷書、行書、草書とありますが、隷書というものもございまして、分かりやすく言うと平べったい横長の字なんですが、皆さんがよく目にする中では1万円札よく見ますお年玉もらいましたよね。後でお財布の中見てみてください。1万円札に1万円って書いてあるあの文字が隷書です。それから、新聞の大事の例えば読売新聞とかそういう文字もあの平べったい隷書っていうものになっておりますので、割とかしこまった時に使われる文字です。でそれで書きました。そして、こちらの消耗来福は、笑う角には福来たるということで、皆様が今年1年笑顔がいっぱいになりますようにという思いを込めて書かせていただきました。この門松がちょっとポイントなんですけど、お分かりになりましたでしょうか。何になるかなって思っていただけてました？本当の門松を使って、高いですよなんて門松を使ってやっていました。このように、日常のものをあの書に取り入れて楽しく書くっていうのをポリシーにしてあの、やってますので、1月からもあのこちらのカルチャーさんで、アート書道楽書塾、楽用のあの楽書塾っていうのを講座としてやりますので、もしご興味がありましたら遊びに来てください。それからまさくんの方から何か